レオナルドことレオナルドダ・シウバ・ソーザは、ブラジルのサッカー選手。ポジションは MF、SE、松原の下部組織に在籍。その後ベルギーに移り、ケイベールス・ホット・ AC の下部組織に加入した。2012年4月に7月からの3年契約で、SC タフリア・シンフェロポリに加入することが報じられた。しかしわずか2ヶ月で、キプロスファーストディビジョンのエノシツネオン・パラリムニー FC に、 加入。ここで、選手デビューすると、その活躍から2013年1月に FC、メタルルフドネツィクに加入した。しかし彼の保有権は代理人が持っていたため、エノシスネオンパラリムには遺跡金を受け取ることができなかった。2013年7月13日に、アゼルバイジャンプレミアリーグのガバラ FK に1年契約で、遺跡、31試合で7得点を挙げた。 2014年8月10日に2年契約で FC、アンジマ8からに加入、23歳の誕生日に初得点を決めた。5月10日には2得点を挙げて、勝利に貢献するなど、リーグで7得点を挙げて、クラブのロシアプレミアリーグ昇格に貢献した。2015年8月22日には PK を決めて、ロシアプレミアリーグ初得点。 2016年2月25日に契約抹消。2016年6月にセルビアスーペルリーガのパルチザンベオグラードに3年契約で加入。公式発表はその2週間後で背番号は42番となった。7月24日にミロスラブ・ラドビッチに変えて投入されて初出場。初得点は8月20日でこの試合でも サシャイリッチに変えての途中出場からの得点であった。7日後には直接フリーキックを決めて早くも2得点目を記録した。9月17日のベチティダービーでレッドスターベオグラードから89分に決勝点を挙げて勝利。その後も4戦連続得点を決め、年末までに10得点を決めた。2017年4月18日のレッドスターとの ダービー戦でも2点を決めて3から1の勝利。彼の活躍もあってパルチザンはリーグとカップ双方を制し、また彼自身もセルビアスーペルリーがベスト11に選ばれた。2017年7月11日には UEFA チャンピオンズリーグ2017から18予選で得点し、欧州サッカー連盟主催試合で初得点を記録した。2017年8月3日に サウジプロフェッショナルリーグのあるアハリジッタがパルチザンに400万ユーロを支払いロークラブに移籍。2年延長オプション付きの2年契約での加入となった。2016年1月に母国でバカンスを過ごしていたところ飲酒運転による交通事故に巻き込まれた。兄のアランもサッカー選手。ありがとうございます。